待望のゴールだったかと思いますけどもまずはゴールシーンを振り返っていただけますかそうですね、まあ、こぼれてきたんでまあ、常にそういうところも狙ってるんでまあ、入ってくれてよかったですけど個人的には改めてこの90分はどのように振り返りますか1対1の引き分けとなりましたそうですね、まあ、やっぱ先制したんでまあ、すぐ取り返されたというところも課題やし まあピンチもあったけどこっちのチャンスもあったんでやっぱこういうところでまあ自分がもう一点決めたりチームとしてもう一点決めて勝ち切るっていうのを押していかないとやっぱ上にはいけないんでまあそういうところは課題かなと思います。残り四試合となりましたけれどもあと四試合どのように戦いますか。そうですねもうまあ残りわずかやけどまあ最後まで全力でまあ最後全勝していい形で終われるようにやっていきたいです。ありがとうございました。